えっと、フットサルの守備についてですね、えー、っと、将棋でいう、あの、角の、角の、あの、なりか、なった角みたいな状態になりたいと思ってて、で、それどういうことかっていうと、将棋で、うんと、ね、角がなった状態の、なり、なり角は、その、守備がめちゃくちゃ強いんですよ。尋常に一番強くて、 一枚、その、角がなったのが、王の近くに、一枚いるだけで、その、守備力がめちゃくちゃ上がるんですよ。で、フットサルも、そういう感じになりたいと思ってて、で、自分が、その、ゴール前とかにもし、その、いた場合に、その、守備力がすごい上がるっていう状態、 になったら、すごいいいなっていうのを思って,てそれを目指したいんですよね。で、うんと、なんでかっていうと、その自分がもしそこにいて、うーんとゲームを読んだりとか、うんと腰の低い守備とか、反応のいい守備とかして、うんと、まあそのぶ粘り強さとか、あとはその、うん効果的にちょっとプレスしたりとか、 フィジカルを使うとかじゃないんですけど、まあ効果的にそのすぐに判断よく詰めたりとか、まあそういろいろもう、その守備を強く、うんと、上達することで、その一点も入んない。もし自分がいたら絶対一点も入んないっていうふうになったら、それはそのゲームで勝てるってことじゃないですか。その一点も入んなければ、自分たちが一点取れれば、うんと、点、なんだっけ。勝てるんで、 でんとそういう、なりかくみたいな、うん、プレイヤーに、その、フットサルでなりたいなっていうふうに、目標としてあって、まあ、その、守備の、その、意識ですね。その、あの、ゲームで勝つ、勝たないとか、えー、競争するとか、その、なんか大会で勝つ、勝たないとかじゃないんですけど、まあ、個人的に、その、 とエンジョイ思考でやったときに、まあその守備をすごい、精度を上げたいっていうのがまず1点ってことですね。はい。